はいどうもミスター X です。えー、本日6月20日ですね、6月20日、昨日の昼に反映されました、えー、収益結果トップバ、検証トップバーズ収益2期取っていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、こちらはですね、5月、先月5月,は5月24日に取りましたあ、新アカウントですね、新アカウント。 なんですけどもうん3日ほど1000円を割ってきているということで、まあ、昨日の収益が614.43円という結果でしたでやっぱりですねバズりづらいというのは新しく、まあ、直近3日ぐらい昨日おととい その前の日。ということで、最近ですね、えー、ここ3日間ぐらいで上げた動画がなかなかバズりづらいと。で、バズってるのは過去の動画が、まあ、バズるというか、じわじわ、えー、クリック数が上がってきているっていうような印象を受けてます。で、んこのアカウント、合計今3万2千 今日20日ですよ、ね、すねで3万2656円ということで、えーまあ、26日、まだ1ヶ月は経っていないというところなんですけれども、うん、まあ、マックスで6168円かな、ロマックス6六0 0円ですよね。うん っていうのもあり、一番下が300円っていうのなかったかな、300円っていうのがあったあかと思う、まあそこはね、いいかなとは思いますけども、まあ何か言いたいかというと、えー、ルール変更があった、トップバズでですね、収益申請っていうものが必要になり、そしてそのルールが変更された後に作ったアカウント、 は結構ですね元気よく収益を出してくれるそしてしルール変更前に作ったアカウントが、うん、思いのほかですねあまりバズってないような印象、まあ、チーム予祝トップバズ塾を運営しております講師3人の結果についてもやっぱりですねあの新しくルール変更後に作ったアカウントの方が収益がいいという傾向がですね、えー、出てます。 なので、今、本当にトップバズやり始めたよっていう方はラッキーですよね。ルール変更後にアカウントを作られてる方は、まあ、伸びやすい環境になってますから、まあ、そのまま続けられたらいいのかなという感じですね。で、まあ、ここで重要な告知ということで、えー、今週の日曜日ですかね。 もう本当にシークレット販売という形になるのかなとは思うんですけども新商品ですね新商品ということで、えー、こちらが何名様に、うん、何名様に行くんだったかなちょっとですねましっかりした詳しいところが 何をするかというと今結構ですねお悩みいただいてましてで皆様のお問い合わせのお悩みの中で投稿する動画をもう言ったら集めるのが大変だと動画素材を素材集めが大変だっていうお悩みがかなりあるんですよねでミスター x もそうですし一番、YouTube チャンネル一番賞の淀川のおっさん、そして w o n d e r f u l l i イ e i s のー、まあ、r o もそれぞれですね、11か月、10か月、9か月というふうな形でやってきているというところで、やっぱり素材っていうのをもう実はためてるんですね、素材を貯めてる。 まあ言ったら動画ですよ、ね、動画を集めて集めてそれをストックしてるんですよなのでまあ実際3人でですね今までトータル270万ほどの実績収益実績ですねがあるんですけどもそれを生み出した今タイトルはバズタイトルリストということで1000、まあ、回以上バズったタイトルを、まあ、トップバズ軸で提供しておりますで新商品としてうん動画ですね このコンテ動画として投稿するための素材を270万稼いだ実績を持っている素材こちらをですね今後販売していきたいと思っておりますですのでもうほんに例えばタイトルもですねそれに合わせてタイトルについても過去3ヶ月3月今年の3月4月5月にバズった1000回以上バズった タイトトル、リスっってていううのも一緒につけようと思ってます。なのでバズったタイトルもお渡しする素材も動画の素材もお渡しするあとはなあなたが何をするかというと投稿すするだけですね。素材集めがなくなります素材集めをこの商品を買うとなくなるなので今、まあ、もちろん始めたばっかりの方はもう、まあ、もちろんすごくですね、えー、手間が もう素材集め、動画を集めるっていう手間がなくなる。ということで、何をやる必要があるのかというと、もう購入したその動画ですよねで。大体今、私ちょっとまだ数字出してないんですけども、淀川のおっさんがだいたい1,170本ぐらい動画があると。で、私も同じぐらいですね、えー、ありますの、ね、で、たい2,000本ぐらいですか、2,000本ぐらいの動画がありますので、まあ、これをですね、 販売してていこうと思っておりますで、まあ、価格についても、うーん、まあ、1ヶ月のサラリーマンのお小遣い程度で買える金額を考えておりますので、ぜひ、これですね、日曜日、月曜日、来週、今週、えー、次の日曜日、月曜日で販売したいと思ってますので、ぜひですね、えー、こちらの方もお楽しみくださいませ。ということで、えー、最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。